福江駅到着です。駐車場とても広いですけれども、すでにかなり埋まっています。紅葉してますね。で、眼下は雲海です。往復1800円ですね。はい、ロープウェイ乗ります。はい、動きました。ああ、紅葉してる。まもなくゴンドラの交差するところへ降りつく。山頂駅到着です。はい、こんな感じですね。はい、現在ここですね。この辺くらいまでちょろちょろって歩いてくる感じで、牛ヶ首まで。ではまず山頂を極めて、それからこう、はい、外へ行こうよ。閉めてね。はい、眼下はガーンと雲海が広がっています。トイレも行きたいし。クマ出没注意。はい、那須岳と三本槍岳、旭岳、茶臼岳の総称。最高峰は三本槍岳なんですが、今回はそこには行かずに、もう茶臼岳をぐるっと回って帰ろうと思います。あ、いや、雲海見るといいね。はい、ポーズ。牛ヶ首の分岐点までやってきました。いや、ここまでで早くも疲れました。大岩までやってきました。山頂まであと400メートルです。あ、山頂見えてきました。風が強いです。すごい風です。山頂到着です。風が。あ、なんだけど、山しか。岳三角点到着です。ここ三角台、はい、山頂はもうすぐそこですね。じゃあ行きましょう。鳥居が見えてきました。那須岳の茶臼岳山頂到着です。いや、よかった。記念撮影、順番待ちみたいなんでまず参拝しましょう。よいしょ。はい、那須岳神社参拝します。はい、茶臼岳山頂到着です。イエーイ。ケルンまで降りてきました。ここにロープ張ってるので行けるのはここまでのようです。男体山見えてますね。で、向こうが日内ヶ岳のようです。で、あれが三本槍岳でしょうね。はい、お鉢巡り。ずーっとみんな歩いてますね。お鉢回り、現在ここですね。三本槍岳続く重走路の山小屋です。いや、人いっぱいいますね。紅葉してとっても景色綺麗ですけど、風がはい、重走路までやってきました。こっちの紅葉が素晴らしいです。いや、紅葉が見事。猛烈な風です。体を持っていかれそうです。風船のようになっています。牛ヶ久保と重走路との分岐点に来ました。とりあえず山小屋山小屋がどんな感じか覗いてきます。避難小屋までやってきました。子供たちが休憩してますね。峠のチェア、出没中。はい、内部こんな感じですが、とっても綺麗です。とっても綺麗です。はい、二重扉になってました。こちらを行くとロープウェイの山麓駅に行きますが、我々はもう一度登り返して牛ヶ雲の方に行こうと思います。はい、茶臼岳からの下山道と合流地点に戻ってきました。伊予鉱山跡だそうです。では今から牛ヶ首の方へ行きます。900m18分ですね。新しい橋作ってます。工事中でまだ渡れません。迂回路です。あ、ここは山頂からの伊予鉱山跡って書いてちょっと、すごく綺麗。紅葉。はい、もくもくしてます。もくもく。無限地獄。はい、もくもくしてます。はい、では先へ進みます。上ヶ坂来ました。ここが湿地帯を巡ってくるルートとの合流点ですね。紅葉とっても綺麗です。このルートも良かったかもしれないですね。はい、牛ヶ首到着です。いや、とっても綺麗です。牛ヶ首でコーヒータイムです。はい、今日のおやつはベルギーワッフルです。はい、では開封をどうぞ。パンパンです。あ、美味しそう。はい、じゃあやっちゃってください。どうですか。100円ショップのワッフルなんで、それなりです。そうなんです、それなりだそうです。2つあるんだ。はい、ではいただきます。まあでもまあまあ、いや本当にそれなりの味です。これはちょっとパサついてるかな。まあ休憩にはいいかな。はい、コーヒータイムも終わりましたので、そろそろ出発したいと思います。紅葉してます。これはなかなか見事ですね。はい、紅葉の中まで降りてきました。いやー、綺麗ですね。あそこほら人がいるから、あそこまで行ってみようよ。いやー、素晴らしい紅葉ですね。ツツジですね。写真撮りまくるおばあ。写真撮りまくるおばあ。はい、谷の紅葉がすごい。素晴らしいですね。那須高原が見えてきました。ちょっとこの辺りまで来るともう紅葉見えなくなってますね。そうだね、あと20分ぐらいだそうです。高原って感じですね。あそこが茶臼岳登る登山道ですね。ずっと稜線沿いに登山客が登っていってます。山頂への道との合流点まで歩いてきました。ちょっと雲出てきてますね。公園の那須岳。いや、那須高原もなかなか綺麗だね。では降りますか。ロープウェイ駅まで降りてきました。いや、向こうの紅葉本当に綺麗ですね。いや、とても綺麗で楽しい、ピクニックでした。すいません、ハイキングと家と連れにたしなめられました。あ、ロープウェイ出ちゃいましたね。しばらくも10分間待たないとね。標高1684メートル。そうだね。今日はピークでしょう。明日明後日かピークは。12時のロープウェイに乗れるようです。あ、ここに入れるということで。はい、ロープウェイ乗ります。ここからの眺めも素晴らしいですね。